今回は、ビシマル市長とアンチ市長役として登場した司会の方と市民によるトーク会の様子です。ビシマル市長のツイッター投稿はフェアじゃないという意見です。フェアプレーとは何か？設定のおかげか、大変興味深い内容です。先ほど、いろいろな皆さんのご意見をこちらで聞いておりました。で一連のツイッターの内容の方もしっかり確認をさせていただいております、まあ、そういった立場でちょっと申し上げるとすればその手段っていうツイッターあるいはフェイスブックこういった現代においてこういった手段で情報を公開するのは常識でございます。でその手段よりもなぜそういう状況になったかという根本的なところここを論点で争うというか議題にしていただきたい。その論点があったこそあってその手段をやられた。今おっしゃっているのはその手段がいいか悪いかそういう話だと思います。それはちょっと違うんじゃないでしょうか、はい、以上です。じゃあ私からそのことについてまた話します。議会と市長の間で、居眠りがあったということに関しましてですね、これはあくまで議会対市長の要するにトラブル解決をすべきなんですよ。それで正式にですね、市長がそのトラブル、この居眠りに関してですね、議会の委員会を通じていいですけど、あれでええんかと、ね、議会の連中が寝ていいんかといったことで、正式に要するに正々堂々とフェアプレーの精神でもって、まずは市長が議会に対して正式にですね抗議するのが先じゃないかということで、私のそのフェアプレーの精神というのはそういう意味であります。ですからツイッターのことについては後ほど言いますけど、私が言った先ほど言った趣旨というのは議会と市長のいざこざをなぜですね市長がいきなりツイッターという手段、このツイッターというのは今いろんな政治家がその使っておりますけど、ツイッターでも口座がございますよね。要するに匿名性があって、中身のフェイクニュース、トランプ大統領は選挙がね不正選挙だということで、それで6000万人のフォロワーがあるアカウントを一方的にツイッター社から停止しましたですね。要するにツイッターという手段は正どうでしょうか、間違った流し方をされると逆に被害が大きい手段です。だから伝え方を誤らない限りはいいんですよ、まあ、そういった面で私はまずは市長が議会に正々堂々とフェアプレーの精神でおかしいじゃないかというのが先であって、それでも議会が何も動かないときには市長はですね、先ほどおっしゃったようなツイッターという手段で広く民意を問いたいという形でされることについては私は別に思いませんけど、そこのね最初のボタンの掛け違いがあるんじゃないかという件が、まあ、広く歩いてみてあったものですから私はそう言わせてもらいました。それで市長またどうぞ。まずトランプ前大統領の話なんですけど、これ結構違う話ですので改めて言っておきますよ。あれは議会にボートが乱入しましたよね。あれの原因があったからもうやっちゃダメですよと止められたんですよ。誰かを批判する、それがダメだという理由でツイッターは止めてません。それは言論の自由というものです。この自由は決して犯してはいけない、常に尊重しなければならないものです。で話を申しますと、フェアプレーという言葉があったんですが、フェア何に対してフェア、公平か公正かですね。さあ議員個人の方にとったら私がもっと親切にやり方があったと思いますよ。フェアと言いますか親切。でも私たちは個人があそこにお茶を飲みに行ってるわけではないんですね。
市の大事なことを話し合うために市民の負託を受けてあの場にいるわけです。ですので抵当手続き市民のために仕事をしなければならんのです。その視点で考えると何がフェアなのか、私はその特定の議員を起こすことではなくて皆さんの代表だと信じたその集まりがこんな状況になってますけど皆さん知ってますかと、ご存知ですかと知らされなきゃいけないと思ったんですね。もし皆さんがあれでもええと、あれで任せたんだと言われるんだったら私も持ってきましたけど、そうじゃないはずです。なのでこれはいかんと、とんでもない状況になってるんじゃないか、なので問題提起をしなければならんと思いました。でその方法です。議会にあそもそもちょっとまた細かい話をしてしまうんですが、あの場で私が注意するっていうのは実はできないんですね。一般質問っていうのは市長が議会に呼ばれて聞かれたことを答えるわけなんです。なので好き勝手な関係ない話をすると怒られます。なのであれは議長が、全て采配というかを振るってコントロールする場です。なので私にはその、権限はなかった。で後で議会に言ったらでも可能なんですが、どうでしょうか。その方法だとおそらく市民には伝わらなかった。今日皆さんとこうして話をすることはなかったと思います。なのでツイッターを使いました。でツイッター自体では高々知れています。市民の中であれを使っている人そんなに多くないと思います。ただ今の時代はツイッターをメディアが取り上げるんですね。実際新聞やテレビで報道されました。これによって初めて市民の多くが知ることができたわけです。そのための取っかかりがツイッター、それを活用したというのが私の手法です。今の市長の発言に対して参加者の方ご意見ございませんか。はい、どうぞ。いや、別に何の意見もないんですかね。あの市長に対してはあのすいません、あの私まあ60何年これ生きてきてもう秋田方の情勢についてこれほど関心を持ったことはないんですが、やっぱり今の市長の考えはまあ我々年寄りもとしても理解せないというところあると思うんですよ。ですから本当今のような状態がなかったら我々市民は今のような理解の状態というものを知ることができなかったと思うんですよ。これは別にどうこういうことはないと思うんで、私と個人としては市長に大いに賛成するということを言いたいだけです。私はですね、まあ、多くの方がおっしゃってますけれど、その、まあ、日本人というのは義理人情といった形でですね、昔からこう義を大切にするという考え方がございました。それで義というのはですね、行動規範として打算や損得のない人として正しい道のことであって、ね、日本においては武士道という形でですね、要するに、勝ってあったし、二戸部稲造という人が武士道精神といった形の中でその日本人のですね、一つの行動原理の一つが義であると。それでこの義をですね、まあ、根本的に進めたらどちらが損じゃ得だという打算的なことではなくて、本当に正しいあり方は何なのかといったことで、それでアメリカでもフェアプレーというのは、フェアプレー精神というのは、勝つだ、いかなる手段を持ってしてでも勝つのがいいのかといったことに対してね、ノーだと。勝つ負けを含んでもそこにはルールがあるんだということなんですね。まあ、そういった面で、このフェアプレー精神というのはあったということなんで、そういった面で今ね、話をしておるので、まあ、そういう意見もあったということでね、話します。じゃあ、まあ、この件はこのためにして、次、もし市長、これに対してあったら、大丈夫。今ですね、私、一連の流れを伺っていて、違和感を感じた正体が分かりました。あのフェアプレーの場じゃないんですよ、あれは。あの一般質問されて答える、ここはまあフェアプレーかもしれないですね。でも、ネトリアスボール、
ことに対してフェアに何かする必要ないです。それはそれこそさっきのコンプライアンス、あるべきものを追求する、正す、間違ってますよ。それなので、そこにフェアというのは何のためにいるのかなというと、その必要はないんじゃないかなというのが私の今の整理になります。はい、まあ、市長の考えはそういう考えということで、いかがでしたか。ツイッター投稿は悪という設定で議論していましたが、市民の方が素晴らしい論点ずらしを指摘されておりました。一般の方が突然マイクを持って自分の言いたいことを頭で整理して言葉に出せるってすごすぎて感動しています。司会の方は質問の前に市長に失礼な発言があるかもしれないとお断りを入れてました。高齢者が4割いる秋田方市の市民の中には司会者のように思っている人が一定の割合でいると思うと、市政の改革の難しさを考えます。